ットブラスターの立ち回りが全くわからない。とりあえず塗ればいいね。しらちゃんです。さあ前回から引き続きね、下手くそはどれだけ塗ることができるのかっていうね企画なんでね、はい、まあ塗りに徹底する企画ということで、今回やる武器なんですけど、ホットブラスターと、ホットブラスターカスタムの2種類いこうかなと思います。さあ早速やっていきましょう。ドン。さあやってまいりましたビーバスパーク。はい、ホットブラスターですね、無印の。さあまあ塗る前から言うのもあれだけど、ホットブラスターって塗り拭きじゃないよね多分。はい、ちょっとでもね、キルは考えずにあまりね、どうしようもないときはキル取るけど、ちょっと塗り専門で、塗りの検証なので、ちょっと塗りだけでいこうかな。まあ、検証って言ってもね、ステージがね、違うとなんとも確実な検証っていうのはできないからね、ちょっと申し訳ないんですけど。うわー、ああ、怖かった。今一発当たったね、誰かに。ポイズンミスト。もうね、ローラーよりも後ろのね、ハイパープレッサーがね、ちょっとね、厳しかったな。はい、やっていきましょう。ああ、ダメだ。なかなか難しいね。はあ、いや、あれだね。もちろん塗りなんだけど、徹底するのは。あんまし攻めすぎてもあれだね。塗れなくなるね。ブラスター難しいなぁ。あ、ちょっと口行こうか。さあ、さあさあさあ、どう？意外とでも濡れてる？あ、いける？嘘だろ。ちょっと待って、何？あと1じゃん、700までさ。はい、あのね、ブラスターね、ホットブラスターね、思ったより濡れた。もっとね、500ぐらいしか濡れないかと思ったけど、あ、700いったわ、ちょうど。はい、ビーバースパークやってきました。はい、ホットブラスターカスタムですね。やっていきましょう。ホットブラスター無印がね、スーパー着地なのに対してね、これはジェットパックなんですよ。スペシャルがね。だからね、ちょっとね、前回の動画でも言ったと思うんですけど、ジェットパックっていうのがね、苦手なんですね。なので、どうかな。まあ、そんなね、前線さえ出なければ、別に、問題ないと思うんで。ね、難しいでしょ？ Z パックって。そう、まあまあ、塗っていこう、塗っていこう。はいはい。ピンチつい。
はい、ナイスナイス。さあ行こう。打つまでが長いの？ホットブラスターって。難しいね。とりあえず塗りだから塗りだから。できれば勝ちたいけどね。勝ってね、塗るなんていう、そんな贅沢なことはね、いませんよ。あれだよね、こんだけあの派手なさ、武器なんだからさ、一発で仕留めてほしいよね。二発だもんね、ホットブラスター。わわわわわ。いや、本当にホットブラスターじゃないや。あれの。キルに向いてると思ったんだけどな。ノバ見たく一発でね。あわわわわわ。ブラスターの立ち回りが全くわからない。とりあえず塗ればいいね。よし、死なないことが大事だからね。やられないことがね。はい、一応741塗ってるから、まあ無印よりは塗れたのかな。まあでもあとはもうこの誤差に関してはもうあれだな、ステージとかあとはまあ誤差だね。うん、敵との相性もあるしね。はい、そんな感じでホットブラスター系でした。はい、最後までご視聴していただきありがとうございます。それじゃあね、また次回の武器動画でお会いしましょう。バイバイ。Thank you.